7日に新しいキャラクターが追加されました。ついに来ましたね、新メンバーが演じるキャラクター。今回も名のあるたくさんのイラストレーターさんが書き下ろしてくださったので早速紹介していきたいと思います。それではまず一人目は一ノ瀬ホタル。キャラクターデザインは佐藤玲香と同じく小山弘和さん。担当するのは四条ルナさんです。性格など詳しい点は明らかになっていませんが、しっかりモノキャラな感じがしますね。続いて紹介するのは長峰楓。キャラクターデザインはボイスロイドの小春立花のキャラデザを担当した手島成さん。担当するのは清井実奈さん。ツボに続くギャルっぽいキャラですかね。次に紹介するのは桐生桃子。キャラクターデザインはマギアレコードの一部キャラクターデザインやヘブンバーンズレッドのキャラクターデザインを担当する有限さん。担当は浅岡真央さんとなっています。新しく緑髪の子が来ましたね。ポニーテールも良きですね。続いて紹介するのは折原澄香。キャラクターデザインは柊つぼみ、同じく岸田メルさんです。担当は椎名さつきさん。めちゃめちゃ清楚系で可愛いですね。続いて紹介するのはセラホノカ。キャラクターデザインは鈴宮春日や釈山のシャナのキャラクターデザインを担当した伊藤の伊地さん。担当は望月里乃さんですね。見た感じロリ枠な感じがしますね。続いて紹介するのは西浦空。キャラクターデザインはワンダーエッグプライオリティのキャラクターデザインを担当した高橋咲さん。担当声優は相川奈緒さんです。デコ出しキャラクター来ましたね。髪先が水色なのが特徴的。続いて紹介するのは八神とは。キャラクターデザインは滝川美宇と同じく堀口由紀子さんです。担当声優は雨陽子さん。七二時期主人公みたいな風格が見えますね。最後に紹介するのは氷室瑞稀。キャラクターデザインは東条雄希と同じく渡辺明夫さん。担当は月城エマさんです。膝の絆創膏を見る限りスポーツ系の子だと思います。以上が新キャラの8人です。どれも個性的なキャラクターばかりですね。新メンバーはみんなとてもいい声を持っているので、これからが楽しみです。ご視聴ありがとうございました。